続いて改革宮城の質疑を行います。なお質疑時間は答弁を含めて午前11時50分までとなります。菅間進委員。委員長。菅間進委員、今畠山委員の質疑をお聞きしてまして、本当に、一時コンクリートから人へという言葉がございましたが、そうじゃないと。コンクリートも人もということで、私も感じておりますが、コンクリートにはまさに人、そして生活が密着してのまさにコンクリートだなということで、土木事業の大切さというのを改めて感じさせていただいたところであります。私は11月の予算総括から2月の定例会の一般質問、そして今回もまたその震災復旧工事の予算執行というか進捗状況についてということで、しつこくシリーズみたいな形で聞いているわけでありますが、今朝の家屋新報の一面にですね、復興予算使われず政府調整手間取るというようなことについて、国についてもですね、非常にやはり手間取って遅れていると、まさに未曾有の大災害ですから、そう簡単にはいかないということが分かるわけですが、県についてのことについて改めて、質疑をさせていただきたいというふうに思います。震災復旧工事についてですね、県発注工事で5月末までに着手したのは 58% にとどまっていると。津波被害が甚大な沿岸部では 45% しか着手できていない。片や内陸部は 94% と大きな開きがあります。県事業総工費の5375億円、対象箇所2352箇所の沿岸部と内陸部の内訳はまずどうなっているのか、お尋ねいたします。橋本土木部長。議員のお話のとおり、今回の災害復旧、昭和53年の宮城県沖地震、約96億円の査定額でありましたが、90倍以上になってございます。8785億円という膨大な数になっておりますが、検証管施設の内訳につきまして、内陸部の被災箇所が623箇所、事業費的には約119億円、沿岸部での被災箇所が1729箇所、5256億円となってございます。沿岸部の事業費が約 98% を占めてございます。菅間進委員。予想通りでありますが、工事に着したのは、1367箇所、58% ということであります。もちろんその沿岸部が本当にほとんどであります。事業費ベースで見ると全体でも 18%、津波被害が甚大だった沿岸部では、工事が始まっていないところが半分以上、事業費ベースで 14% となっているようであります。沿岸部の復旧工事の事業費が大きいために、今、部長答弁のようにですね、事業費ベースで極端に低くなっていると思いますが、なぜこんなに工事の着信が遅れているのか、お尋ねしたいと思います。橋本土木部長。沿岸部の復旧事業費、約5256億円ございます。で、約 61% の3190億円がですね、河川と海岸施設でございまして、これは必要な安全度を確保するための応急工事はですね、現在もうすでに完了しているんですが、本格復旧につきましてはこれまでの堤防高より高い発生頻度の高いというのは、いわゆる L1 を対象にして再構築する計画となってございます。で、再構築にあたりましては、今回の被害実態を踏まえましてですね、技術基準の見直しを含めた新たな知見による検討が必要であるということから、設計に関してですね、非常に時間がかかってございます。それで着手に至ってないのが多ございますが、これからしっかりとやっていきたいと思います。菅間進委員。はい。端的に言えば設計に時間がかかっていると。先ほどから申し上げているように、別に責めているわけじゃなくてですね、理由が分かりました。確認するわけでありますが、発注工事というからには入札が成立し発注した工事のことを指していると思いますが、それでいいんですよね。橋本土木部長。その通りでございます。菅間進委員。当たり前のようなことを聞いて申し訳ないんですが、それで、
設計に時間かかっているということでありますが、かかっていて発注しない部分はいいです、それはそれで。しかし、工事が始まっていないところが沿岸部では半分以上ということですが、実質発注業務は終えても工事が進んでいないとし部分もかなりあると思うんですね。その辺について、そういったことはどういうふうに捉えているのか。橋本土木部長。先ほど申しました通り、着手率というのを示しておりますが、発注工事、につきましては先ほど言った通りでございますが、まだ沿岸部ではですね、発注がほとんど進んでないというのがあります。ただ港湾事業とかですね、港湾工事とか、あるいは下水道の週末処理場の工事はですね、もうすでに下水道なんかは 99% いってますので、港湾工事を中心に次の段階に入っております。海岸はこれから用地もありますので、ちょっと時間がかかるかなと思っております。菅松委員長。ちょっと重なるかもしれませんけれど、施設別で見ますとですね、防潮堤を含む海岸保全施設が 52% と最も遅れていると、道路橋梁施設も 57% にとどまっている。総事業費の4割を占める河川施設では着手済みの件数だけ見れば 70% と高い、中身を見れば仕事にかかったということでありますが、事業の進捗率は河川施設の事業費全体の 3% という現状というふうに私には資料として入っておりますが、海岸保全施設と道路橋梁施設のそれぞれの事業費ベースでの進捗率をお示しください。橋本土木部長。事業費別の進捗率でございますが、着手率でございますが、海岸保全施設は約 2%、 道路施設では 36%、 橋梁施設では 9% となっております。金松進委員。繰り返し申し上げてますけど、先ほども設計時間がかかっているということですけど、着手率もかなり低いわけでありまして、これについて、23年度と24年度の5月末時点での状況なので、一概に現時点で遅れているというふうなことで決めつけるのは国困なのかもしれません。県事業の総工費5375億円は23年度から27年度の5カ年でやり遂げる仕事と理解しておりますので、が当初の計画でどのような進捗を図るつもりだったのか、現時点でどんな差異が生じているのか、この辺はやっぱりちゃんと確認しておかなきゃいけないと思いますので、お聞かせいただきたいと思います。橋本土木部長。はい、災害復旧につきましては、もう震災後1ヶ月後の4月21日にですね、工程表を公表しております。でその後もですね、そのいろいろ見直しを行ってきましたが、基本的には災害復旧は3年なんで、25年まであらかたやっていきたいと思いますが、まちづくりと整合を取ってやらなきゃいけないところがございまして、そういったところは27年度まで5年間で復旧させるということで、国にも承認をいただいております。現時点では昨年度の補正と今年の予算でですね、今進めておりますが、進捗には計画した進捗には差異が今は生じてないというような状況であります。委員長。鎌進委員。じゃあ予定通りということで、かなり全体としては遅れているような感じを数字だけ見ると私なんか抱くわけですけれど、予定通りなんですね。足元土木部長。はい、内陸部はもう90、ほとんど発注終わってますから、沿岸部が非常に多いということで、これからいろいろ設計とかも進めて用地も決めていかなきゃいけないということで、そういったものを見込みながら計画を作っておりますので、ピークは、25年度とかですね、そういう形になってこうなっていくと思いますので、現時点では差異は生じてないと、計画進捗との差異は生じてないと。菅松委員長。今の部長答弁で少しなんかほっとしたというか、信用してですね、頑張っていただきたいというふうに思います。私それ答弁聞くまでは本当に進んでるのかというような思いを持っていたものですから、正直な話そういうふうな感じをいただきました。
次に、具体にですね、23年度繰越額にかかる主な繰越事業の資料をいただいておりますが、建設工事業の漁港施設災害復旧事業、港湾施設災害復旧事業、河川等災害復旧事業について、繰越名許、翌年度繰越額、さらに24年度予算も含めての進捗状況について、改めてお尋ねします。山田農林水産部長。23年度の漁港施設の災害復旧費、これについての繰越名許額、議決額で394億1440万円でございますが、実際の繰越額は393億3745万円で、そのうち97億5700万円余が契約済みでございまして、契約率は 25% ということでございます。平成24年度当初予算における漁港施設の災害復旧費につきましては675億1300万円でございまして、そのうち35億9700万円余を契約済みでございますので、契約率は 5% ということでございます。これら両方合わせますと 12% の契約率ということでございます。橋本土木部長。公安関係でございますが、一般会計と特別会計を合わせますと、議決額434億9930万円に対しまして、実際の繰越額は428億5244万円でございます。で、河川につきましては議決額455億1190万円に対して、実際の繰越額は294億3724万円となってございます。で、契約額につき、23年度中の契約額は、港湾施設が90億2694万円で 21% の契約率、河川等につきましては、166億9570万円で、約 57% の契約率になっております。24年度につきましては、港湾は378億7004万円で、契約額は34億2954万円、河川等災害は1100トンで6億6100万円で、契約額は5億8024万円となってございます。23年度繰越と24年度のを合わせますと、港湾、河川等合わせますと 13% の契約になっています。官房委員長。今の話を聞きますと、先ほど土木部長がその、進捗は順調に予定通り進んでいるということなんですが、そのようになんか思えないんですが、改めて工事着手の遅れの要因とか、今の この今、お答えになったことについてですね、どういうふうに見ているのか、ちょっとお答えいただきたいんですが。橋本土木部長。工事着手の遅れの要因としましてはですね、先ほどもお話ししましたが、沿岸部の河川海岸はほとんどの箇所がですね、工事実施を保留されているされる協議設計と今なってございます。で、国土交通省の保留解除の協議を要するということで、現在鋭意進めております。あと、実施保留解除の協議にあたりましてはですね、いろいろ復興まちづくり計画との整合が必要となっておりますし、先ほど言った新たな知見による設計方法等もあることからもですね、慎重に今やっているところでございます。それから新たなですね、用地が必要となります。これ今回は原型復旧でございませんので、改良復旧であります。したがいまして、用地が相当ですね、いるということで、用地の取得が必要となると。で、設計ができないと用地上路も切れないということになっています。今後の対策としましては、実施保留解除に向けてしっかりと早急にですね、今6月ぐらいまでは全部協議をしようと思っておりますが、段階的に、年内いっぱいかかるかと思いますが、これから加速的に協議を進めていきたいと思っています。先ほど先だって小豚海岸で着工式をしましたが、このように部分着工をですね、並行して進めるというようなことで、用地にですね、用地が必要のないところを可能な限りですね、しっかりと進めていきたいと思ってございます。あとですね、やっぱり用地なんですね。これ用地取得にあたりましては、被災によりまして土地所有者の特定が困難となるような課題も予想されてございます。権利者の調査、相続調査の実施、住民基本台帳ネットワークシステム等による、
土地所有者の居所、住所の確認、あるいは相続人特定困難地に対する土地収容法の活用、こんなことが非常にありましてですね、今もう法務局の方といろいろ連携を図りながらですね、今あの用地取得に向けた準備を鋭意やっているところでございまして、設計、用地、あるいは部分着工、これを同時並行的にやっていきたいと思っております。かま進み、はい、問題点分かりました、ぜひ、推進方よろしくお願いしたいと思います。それでですね、次に、まあ、本当に頑張ってるなと私も率直に思います。ただ契約課でちょっといろいろ聞きますと、一般競争入札の不調についてですね、やっぱり相変わらず不調があるということで、24年度5月末時点で 26%、まあ、前年が23年度が 23% ということですから、さらに上回っています。まあ、繰り返しになりますが、契約件数、契約金額とも通常年とは全くかけ離れており、大変な作業であるのは目に見えているわけであります。通常年、23年度と比較しながら、24年度の対策をどう全体として打っていくのか、お尋ねいたします。村井知事。本年度の入札の不調につきましては、発注量がまだ少ないものの、ご指摘のとおり、昨年度の発注率を上回っておりまして、依然として厳しい状況にあると認識をしております。昨年度の発生率ですね、昨年度の発生率を上回っておりまして、依然として厳しい状況にあると認識をしております。震災からの早期復旧復興は、県政の最重要課題でございまして、円滑な施工確保が不可欠でありますことから、これまでもさまざまな入札不調対策を講じてきたところであります。さらに今後、工事発注量の急増が見込まれますことから、不足が懸念されるマンパワーを広域的な観点から確保する復興 JV 制度の導入、配置技術者等の要件緩和、地域限定方式の運用緩和をはじめといたします入札契約制度の改正を4月に行いました。改正後間もないことから、制度の周知、啓蒙に努めておりますが、入札結果の動向等を検証しながら、必要な制度の改善はできるだけ迅速に取り組みたいというふうに考えております。神松進委員長。復興 JB 等、新たな改正がですね、効果があるように、ぜひご努力いただきたいと思います。次にですね、24年度は先ほども触れましたけど、2ヶ月の実績なので、傾向としての問題点を洗い出すのは短すぎるかもしれません。しかし、建築一式工事ですね、これは県立高校や支援学校の災害復旧工事が主のようでありますが、入札不調が目につきます。これは23年度通年でも建築意識がやはり多いだけに、何が問題なのか、一定程度つかみ対策を練る必要があると思いますが、お尋ねいたします。橋本土木部長。確かに建築工事不調が多くなってございます。その要因でございますが、民間の復旧工事が本格化したため、資材労務費が高騰しましてしたということ、それからなかなか下請け専門業者を確保しにくい状態が生じていると、それから元請けとしての現場技術者も不足しているというようなことが考えられるということでございます。昨年度には、こうしたことから昨年度には、現場技術者の不足対策、下請け業者の確保を容易にするため、近隣のですね、複数の現場を合わせて発注したりですね、資材単価格や労務費を見直しまして、市場に見合った工事価格を設定し、再発注したところ、落札された工事も増加したような状況にございました。今年度もこうした発注方法に加えましてですね、複数現場の合併発注の工事期間の見直し、これに伴う工事価格の設定、市場価格調査を踏まえた設計単価の制定など、地域の事業者の応札意欲を高めましてですね、早期事業工事着手、工事完成を目指していきたいと、それから先ほど知事が答弁されたような復興 JB 制度、そういったものも活用していきたいなと考えております。神松進委員長。次にですね、先ほども広域下水道の流域のやつは 99% という土木部長の答えがありましたけど、改めてですね、23年度の入札不調の傾向としてはですね、
土木意識、舗装も多いわけです。24年度もこれから数ヶ月を経ていけば、この傾向になるというふうには思われます。今月の22日付の地元紙でも取り上げられていましたが、下水道復旧進まず、汚水あふれる恐れと、生活排水節水県が呼びかけとの見出しがありました。もちろん県民への協力の呼びかけは大切でありますが、復旧工事の入札不調が出ないよう努力することも当然、大事なわけであります。先ほど部長答弁があったように、流域下水道では発注済みがかなり進んでいれば 99% という話でありますが、市町発注分の沿岸部が厳しいともその時お聞きしていました。そうすると、何がそのこの新聞の記事でこういう現象が出ているのかというところ、なんか現実とこう言っていることが乖離があるような気がするんですが、実際、下水道工事はどうなっているのか、お示しいただきたいし、問題があるとしたら、どのような対策を取るのか、お尋ねいたします。橋本土木部長。はい、下水道工事につきましては、流域下水道につきましてはですね、順調に進んでおりまして、もうすでに泉南、県南の両浄化センターはですね、生物処理、震災前の生物処理にですね、移行して、24年度までにはすべて完了するということです。石巻東部下水道につきましても、生物処理を24年中にですね、やりまして、まあ、全体が終わるのは25年度ということになってございます。で、やっぱり遅れているのは市町村のですね、公共下水道の復旧でございます。市町村はまちづくり計画の中でいろいろそこに下水道も敷設 しないとダメなんで、着手率が沿岸部を中心に低いという状況になっております。県としてはそういったことに対しましてしっかりとですねこれからも支援していきたいと思っております。まあなかなかまちづくりが進まないとあれなんで、まちづくりの方もしっかりと支援しながら下水道の復旧もですね合わせて、お手伝いをしていきたいと。その間できる限り皆さんに節水を呼びかけていくということで、ああいうペーパーになったということでございます。委員長、十分に今理解させていただきました。次にですね、水道局工事契約班にですね入札不調の内容を聞いたところ、ほとんどが入札者が来ないためとの答えでありました。まさに現状が物語っているわけで、地元建設業者はですね今仕事を取りに行かないと。なぜか、一つは取っても材料がないし、またなくなることが予測されるからと。二つ目は赤字になることが分かっているからと。三つ目は工事の発注図面が、まあ、これは確かかどうかということ、正確にはですが、私の情報では、発注図面がなかなか不正確な部分があるということを聞きます。もちろん対策を打つために復旧復興事業の施工確保に関する連絡協議会、建設資材対策東北地方連絡会宮城県分会で協議、国への要望を挙げたり対策案を作っております。仕事を取りに行かないことについての所見と、後手後手に回っていると思われる対応策についての所見をまとめてお尋ねいたします。橋本総合部長。建設企業が仕事に取りに行かない要因というのをちょっと考えてみますと、まあ、震災以降、多くの復旧・復興工事事業が発生しているという需要の問題と、まあ、これまで公共投資の縮小によりまして、建設企業の抱える技術者等が減少しているという供給のミスマッチが起きているものと考えてございます。入札不調の要因については、技術者や技能者不足、労働資材単価の高騰、民間工事の需要の影響などが、などさまざま考えられると思ってございます。まあ、これまでも入札不調の改善につきましては、先ほど来から知事の答弁にもありましたような施策を講じてございます。先ほど委員からもお話にあった、復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会、これ、6月の15日に新しい対策を打ち出しております。そういった対策をですね今後も入札の動向を見極めながら県としても対策を講じていきたいと、このように考えてございます。委員長、松井。具体にお聞きしますが、赤字になることが分かっているということについてですね、単価が合わないとということに対し、実勢価格を反映できるようインフレスライドが
先ほども知事の答弁にもありましたが、新たな制度ですね、この2月に示され、実行されつつあります。ただ、これは合戦単価には反映されない、されないのではないかと私は理解しています。U字工やヒューム管のような製品単価の実勢価格は上がっておりますが、反映されない。先ほども触れました6月の復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会での国への要望で、実勢価格を反映できる積算手法の設定が上がっておりますが、この中にそのようなことも含まれているのか、お尋ねいたします。橋本土木部長。資材の設計単価につきましてはですね、県の独自調査により設定してございまして、使用資材は実勢価格と乖離が生じたごとにですね、その他の資材については四半期ごとに改定しまして、これまで実勢単価の範囲に努めてきましたので、要望事項にはしてございません。まあ、すでにですね、先ほど言ったスライド条項を適用して対応して、もございます。で、先ほど申しました通り、国から新たな対策として提案されているのが、価格変動が著しい特定の地域について見積もりを積極的に活用して積算に、市場価格を反映する制度、あるいは他地域からですね、資材を調達せざるを得ない場合に輸送費が計上可能となるような制度、こういったものをですね、新たな提案がありますので、これら制度をですね、運用をしてですね、タイムリーに実勢価格に反映していくと、そういったことを進めていきたいと思っております。官松委員長、ぜひ実勢価格に反映できるようにですね、ご努力いただきたいと思います。続きましてですね、5月の第1回建設資材対策統括省連絡会宮城県分会でですね、生コン採石類の不足の対策案として地区内での増産プラント増設がともに挙げられておりました。また6月の第3回復旧復興事業の施工確保に関する連絡協議会でも、国に対する要望の中に資材確保のためのプラント等の設置について、プラントやストックヤード設置に対する補助制度新設が挙げられています。この実現は、まさに緊急を要すると思います。プラントを作るといってもですね、やはり一定の工期があるわけで、まさかそのお湯を入れればすぐできるというようなカップラーメンのようなわけにいかないわけであります。でこの点についてですね、建設資材対策統括省連絡会宮城県分会の今後のスケジュールを見ますとですね、第2回が7月下旬に開き、10月下旬に予定する第3回の前、9月末以降に対応策一部施行とあります。あまりにもなんか悠長なことをやっているように思えますが、どうかお尋ねいたします。橋本土木部長。復旧復興工事に資するですね、生コン等の建設資材につきましては、現在の供給体制ではここ数年間は、沿岸部において、需給の逼迫は避けられず、安定的な供給の確保は喫緊の課題だと認識しております。特にですね、25年度、これが生コンと採石がですね、需要と供給のバランスが崩れて、供給が少なくなるというような状況になります。で、このため、先ほど申しました建設資材対策東北地方連絡会宮城県分会、これは国等の発注機関、建設業団体、あるいは各資材団体で構成しております。そういった宮城県分会を設置しまして、今後逼迫が予想される資材の供給状況調査や調整、安定供給に向けた対策を進めていこうと思ってございます。具体的には発注期間における資材の需給量、それから供給者の能力やプラント増設等の情報を定期的に把握し共有するとともに、分会内に地区ごとにですね、仙台あるいは石巻、気仙沼地区と地区ごとに会議を開きまして、あるいは専門部会なんかも設けてですね、出荷時期等の調整を行うなどですね、関係団体の意見を聞きながら、例えば隣接地区からの供給、あるいは全県下での融通、そういったことを鋭意ですね、調整を進めていこうと思っております。それでも資材が、不足が生じるということでなりますれば、先ほど国からの対策が示されたという示されているので、そういった方策に基づきですね、県外からの調達、そういったことも視野に入れてやっていかなきゃならないのかなと思っております。被災3県仙台市が連携してですね、引き続き国にもですね、そういった要求を要望していきたいと、このように考えております。
官房委員。25年度がものすごく足りなくなるということで、今、検討しているわけですけど、検討して足りないというような状況が出てきたときにですよ、まあ、足りないんだろうと思います、かなり。そのときにプラントを作るとかって言ったらすぐできないわけですよね。その辺の判断というのは、こう、もうかなり前に判断してやっていかなければ、25年度足りなくなることは目に見えるんじゃないかというふうに私は今の部長答弁聞いて思うんですが、その辺いかがですか。橋本土木部長。まあ、いろいろ生コン協会さん、生コンの組合さんともお話をしておりますが、まあ、その中でいろいろ調達をですね、お互いの中でやっていくという中がまず一つ、それ足りなき、やはり生コンっていうのはどこかというわけにはいかないんで、固まってしまいますんで、時間も必要、時間が1時間とかですね、そういった制約がありますんで、で、組合さんの方で、ある場所にですね、何か所か、まあ、設置していこうというような動きもあるようでございますけれども、まあ、今後いろいろそういった動向、需給の動向をですね、見ながら対応していかなきゃないかなとは思っております。またやはり、国においてもですね、まあ、今回は県の仕事だけでなくて、国の仕事もありますんで、あるいは民間、JR、それから、ネクスコ東北、ネクスコ東日本とかですね、いろいろな団体ありますんで、非常に大きな仕事になってきますんで、そういったところともきちっと連携を図りながら対応をしていきたいと思っております。まあ、県としては国が実施する大規模な工事については独自に国の方でですね、プラントを用意していただきたいというような要望もですね、行っているところでございます。官房委員長。繰り返し申し上げますが、私は考えとしてはですね、いつ判断してその時から作り始めたとしてもですよ、時間がかかるわけですから、その辺の判断をいつするのかと、それのところはきちっと逆算してですね、まあ、いらなくて必要なければそれはそれでいいんですけど、なんとなくその今までの流れから見て、国に要望をかけたりしていることを考えればですね、絶対的にその足りないんだろうというふうに思うわけで、私、まあ、一つ提案でありますが、まあ、製造プラントを早期設置するために国が費用を負担し、民間にプラントの設置、運営を任せる方式が早いんじゃないかと。資材の県内総需要の把握と交通利便性を考慮してですね、立地調整により実現を早めることができるんじゃないかというふうに私は思うんですが、それどういうふうに考えますか。橋本土木部長。さっきもちょっと述べました通り、まあ、関係機関と資材の供給情報の共有および県内調達を基本に調整を進めまして、異常の調達を持って調整をもってもですね、資材が不足が生ずるという場合は、まあ、県外からの供給など広域的な調達による対応を考えていかなきゃならないのではないかと思っております。まあ、さらに復旧復興事業が本格するに伴いまして、今後資材の供給不足が生じた場合に対応するため、提案のありましたプラント設置に関する手法も含めてですね、引き続き被災3県仙台市で国に要望するとともに、適地調査をですね、いろいろ実施しながら対応していきたいと思っております。まあ、いろいろ、これからの発注のスケジュールをすべて重ね合わせないとですね、どの時期にどういう生コンはいくら必要だとかというのはなかなか出てこない。まあ、今回一応の推定はしましたけれども、まあ、関係その推定のあれも、まあ、詳細にもう少しです、ね、詰めまして、さらには関係するプラントのです、ね、供給量、そういったもののマッチングをです、ね、しっかりと踏まえながらです、ね、これからも対応していきたいと思っております。委員長。官房進む委員。分かります。先ほどもまちづくりと伴っての、ね、現場での工事等々もあるわけですから、必ずしもすべて推測通りいくかどうかということも分かりますけど、じゃあ次にですね、同じく第3回復旧復興事業の施工確保に関する連絡協議会での要望事項で、骨材等の広域調達支援についてがあります。
生コンの材料となる骨材と海岸工事用の捨て石、これは護岸工事用の割り石を含めてのことと思いますが、それに地盤かさ上げ用の土砂が大量に必要ということであります。国への調達場所の調整をしてくれとの内容になっております。5月の第1回建設資材対策東北地方連絡会議会宮城県分会で、せっかく宮城県における建設資材の需給見通しを行っているのに、生コン、アスファルト、合材、そして採石骨材類しか対象になっていません。連絡協議会の要望事項の資材、海岸工事、護岸工事用の捨て石、割り石と地盤かさ上げ用の土砂は、まさに大量に必要だし、不足が予測されます。だからこそ、連絡協議会の要望になっているわけであります。これらの資材の需給見通しについては、どういうふうにお考えですか。橋本土木部長。捨て石や割り石を含む採石骨材につきましては、需給見通しの推計を行っているところでございますが、特に捨て石、割り石につきましては、沿岸部における河川、海岸堤防、漁港の復旧工事の本格化に伴いまして、需給量の増加が見込まれてございます。生コンやアスファルト合材用の骨材などと区分けしまして、需給量を把握し、種類ごとの元に安定供給を図る必要があると考えてございます。盛り土に使用する土砂、これもですね、海岸河川の堤防の復旧、多重防御としての道路のかさ上げ、それからまちづくり事業、こういったもので必要となるということでございます。相当の事業量もあることでございまして、全体として相当の土量が必要となるというのは算定してございますが、それぞれの事業主体が詳細な検討を進めている最中でございますので、ちょっとどのぐらいの数量というのは、ここでは申し上げられませんけれども、いずれにしましても事業主体が必要となる土砂の量と工事に使用する時期を明らかにしながら需給調整をしていきたいと考えております。官房進む委員。捨て石や割り石については産地が限定されるというふうに私は聞いています。そういった意味で、そういったことについては国に依頼してですね、土砂についても国の費用負担の下で民間事業者に調達を委ねるなどですね、そういった方法が必要であるんじゃないかと思いますが、いかがですか。橋本土木部長。はい。捨て石、割り石についてもですね、先ほど申した通り、いろんな調整を進めていかなきゃないと思っておりますが、まずは隣接地区からの供給をまずは図っていくと、それでも不足する場合は県外等のですね、県外から供給するなど広域的な調整を図るということでございます。先ほども申しましたが、6月15日にいろいろ新たな対策がありましたが、他地域から調達せざるを得ない場合には輸送費が設計に計上可能となるということでございますので、そういった運用を図っていきたいと思っております。盛り土に使用する土砂につきましては、製品として販売されている一般の資材と異なりまして、盛り土に適した材料を工事箇所の近傍から大量かつ安価に到達するということが必要だと思っております。すでに民間事業者が採石法等に基づいた許可を受けて設置している土取り場から供給される土砂をですね、中心に活用を図っていくということとしてございます。国、県、市町村が相互に連携しまして、材料の調達先や調達時期などについて調整を図ると、そして周辺土取り場からの土砂の供給に加えましてですね、盛り土台として利用可能な建設発生土やコンクリート廃材などの建設リサイクル材の活用、津波堆積物の再生利用などにも努めていきたいと思っております。官房進む委員。はい。次にですね、仮設材についても不足し、例えば鋼材、鉄板や鋼や板でありますが、これから先ほど部長が言ったように、沿岸部の海岸堤防、護岸工事等ではなくてはならない資材と聞いております。
これらはほとんどがリースで、今不足しているからといって、メーカーには発注しない。それは後がどうなるかわからないということであります。抱えるわけにはいかない、民間企業でありますから、リース会社は仮設材を買い取り価格で積算できるのであれば、需要に応じるでありましょうが、単にその市場原理だけに任せていたのでは、全く見通しが立たないのではないかと思いますが、所見と仮設材確保対策についてお尋ねいたします。橋本土木部長。はい、仮設材も不足するような事態が起ころうかと思いますが、関係団体も含めまして、いろいろ情報を共有しながら、安定的な資材の供給を図ることを目指していきたいと思っています。仮設材につきましては、東北地方のみならず、関東、北陸、東海まで広域的に見ればですね、供給可能な在庫状況になっていると認識してございます。県内のリース業者の在庫に不足が生じまして、他地域から調達せざるを得ない場合にはですね、先ほど申しました輸送費、これを設計に計上することができます、できるという計上が可能となる施策をですね、国が打ち出していますので、県としても運用を図っていきたいと思っております。川松委員長、本当に大変な作業だと思うんですね。だからこそ、県、一生懸命頑張っておりますけど、例えばその田中角栄さんの時代にはその日本列島改造論ということで、全国的に土木事業が進んでいってですね、大変な量が同時並行で使われたということで、国が資材を調達して、資材を建設業者に支給ということもあったようであります。県、市、町が主体で、一生懸命頑張るということは分かりますけど、ある意味でやっぱり国の方にですね、もっともっと要求することは要求していかなければならないというふうに私は思っております。復興計画など絵にをが単に絵に描いた餅に終わってしまう危険性がやっぱりこのままであるような気がするわけでありますので、そういったことについて、知事にお尋ねしたいと思いますが、総合的にですね、よりそのこの進捗が図られるように働きかけをする必要があるんだろうというふうに思いますが、いかがですか。村井知事。先ほど部長から答弁がありましたとおり、建設資材対策東北地方連絡会宮城県分会におきまして、発注者、建設業の団体、資材供給団体と資材の需給量の情報を共有をいたしまして、安定的な資材の調達を図ることとしております。これまでの調整では、出荷時期の調整、隣接地区からの供給体制をの整備を進めまして、これらの調整を行ってもなお資材の不足が生じる場合には、県外からの広域的な調達を図ることによりまして、対応が可能であると、国が直接行います資材調達は現時点では必要ないというふうに考えております。これまで国から示された対策ではなお不足する部分や、新たに必要となる対策につきましては、しっかりと働きかけを行っていくということになっております。必ずしも十分とは言えませんけれども、しっかりとした万全の体制で準備を整えてまいりたいと、このように思っております。官房委員、次に放射性物質の影響等への対策について、手短にお尋ねします。魚関係ですけど、基準値を超えたですね、水産物の廃棄処理法がは地域により異なると聞きます。一般廃棄物としての処理責任は市町村にあるものの、県が統一的な見解を示すべきと思いますが、どうか、また他の処理方法は考えられないのかどうかお尋ねいたします。元木環境生活部長。水揚げされた魚の処分についての、地域の状況を側分しておりますが、やはりいっぱい廃棄物ということですので、市町村が、管理、あるいは、主体的に、地域の実情に合った処理方法を考えていただくということが、本筋ではないかというふうに思っています。川松委員長、次にですね、除染による除去した汚染土壌は仮置き場に保管します。その後の最終処理方法が未定のため、汚染稲わら等同様に処理が進まないと、国の方策と現場の実情には乖離があると思いますが、要望活動にとどまらず、計
県としてさらなる役割を果たすべきと思いますが、いかがでしょうか。おとき環境生活部長。おっしゃる通り、これからの除染本格化しますが、今一番大きな問題が、除去土壌の処分基準がまだ国から示されていないということと、最終処分場の確保がまだ進んでいないということで、要望活動一生懸命やってますが、まだ拉致が開かないということでございます。そういうわけで、当面はあまり土壌を出さないような方法でやっていこうということで、県 の支援チームを派遣しながら今市町村と一緒に取り組んでいるところでございます。委員長、進み終わります。ここで休憩いたします。再開は午後1時といたします。お疲れ様でした。